藤原定家の書者、八十長、さらしな日記は、平安時代中頃に書かれた、回想録。作者は、菅原道真の五世今後にあたる菅原高末の次女、菅原高末女。母のイボ姉は、影朗日記の作者、藤原道綱母である。夫の死を悲しんで書いたと言われている。作者十三歳の漢に四年から、五十二歳頃の、 公平2年までの約40年間が綴られている。全一巻「影朗日記、紫式部日記などと並ぶ、平安女流日記文学の代表作の一に数えられる。江戸時代には広く流通して読まれた。東国、数佐の国府にあったと考えられているに任官していた、父、菅原高瀬の任期が終了したことにより、寛任4年9月に、 上ズから慶の都へ帰国するところから帰筆する。源氏物語を読みふけり、物語世界に同系しながら過ごした、少女時代、旅重なる、身内の死去によって見た厳しい現実、有古内心王家への出資、30代での立花の、利道との結婚と、中春らの出産、夫の単身赴任そして、公平元年秋の夫の病死などを経て、 子供たちが巣立った後の孤独の中で次第に深まった仏教系統までが平面な文体で描かれている。執筆形態としてはまとめて書いたのだろうと言われている。源氏物語について最も早い時期から言及していたとされ貴重な資料となっている。光る源氏物語本時に伝えられる定下本にはない一文からは、ふと呼ばれる、おそらく注釈書のようなものの存在も知られる。 署名の、サラシナは、作中の、月もいでで闇にくれたるオバステに、何とて、今宵尋ねきたラムの歌が、古今和歌集の一種、我が心なぐさめか熱、サラシナや、オバステ山に出る月を見てをもと歌取りしていることに、由来すると言われている。作中に、サラシナの文言はない。魚物本の下題に、サラシナ日記とあるが、それ以前に題があったかどうかは不明である。 東山五文庫に伝えられてきた藤原定家による写本、通称、魚物本が現存する。他の現存する写本は全て魚物本の系統である。すなわち、違法の類は、一切なく、その点において、例外的な古典である。一方で以下に書くように、定家以前にも一部が写されたことがあり、断片的には、定家本以外のテキストも知られる。 いつしか魚物本は順序を誤って閉じられていて、他の写本はすべて、この作館を含む、魚物本に由来していたため正しい順番で読むことは、困難だったが、大正13年の魚物本の発見に続き、佐々木信仏と玉井光介によって作館が発見及び整理、訂正され、それ以降は正しく読めるようになった。作者、高末女は、 平安文化の前世紀に生を受け、成長とともに、平安町の映画が少しずつ崩れていくのを経験しており、時代的にも、個人的にも、少女時代が一番良かったことになる。その少女時代の思い出に、感傷の涙を流し、わびしい事故を支えているという趣向きのため、この日記はまさに時代の動向を反映していると言える。この点。 平安前世紀の最中になり、作者の生涯を記していることで、サラシナ日記と共通するカゲロ日記と比較して大きな違いが見られる。両日記の結末を比較してみると、カゲロ日記は自分の運命を知って不可抗力の無言に入っているのに対し、サラシナ日記は人生の赤量を耐え忍び、少しばかり神秘的境地に落ち着いていると言える。 描写という点で、かげろう日記はかなり写実的であり、写実に徹して象徴に入っているところも見えるが、さらしな日記は全くの印象描写である。もし、さらしな日記にロマン精神が認められ、現実の彼方に永遠の死母を寄せているとするならば、死母の方向は、これから想像されるものへの期待という、前向きではなく、過去の彼方への相席という、 後ろ向きの干渉ということになる。現代におけるもう一面の評価として、冒頭五部の一ほどを占める、上落の木における旅の描写が、太,日川とかや太平洋と繋がる水路、今切れができる前の浜名湖などの様子を伺える、歴史地理学や交通史の研究に寄与している。菅原高瀬女が生まれ育った和佐国府があったと、推定される、千葉県市原市などは、 旅立ちの日から1000年となる2020年9月から10月、イベントや記念行事を展開した、上洛の木かきょの君預かえの着物モーの期晩年の木、ありがとうございます。